村ゆかりとバーチャルデート、よみうりランド編その1。ごめん遅れちゃった。すごく待ったよね。本当に？そっか、君も今来たんだ。じゃあ、ゆかりも謝ったんだから、君も謝ってよ。いいよ、許してあげる。あ、ランドドッグだ。早く行こう。早く。これこれ。ランドドッグ、知らないの？よみうりランドのマスコットだよ。まあいいや。ねえ、好きな食べ物は？違うよ、君のじゃなくてランドドッグのだよ。ブブー、正解はチュロスでした。ちなみにドッグフードは大嫌いなんだって。女の子は？違うよ、君のだよ。もちろん。もう照れちゃうよ。じゃあ、教えてくれたから私も教えてあげる。好きな男の子のタイプは、君みたいな男の子かな。ないしょだよ。あ、ゆかりあれ乗りたい。行こう。まずはメリーゴーランドからね。行こ。あー、なんかすごい懐かしい感じがする。あー、でもゆかり17歳だからまだ5、6年前か。ね、どれにする？あ、この子昔飼ってたアントニオにそっくりね。アントニオ。じゃあ君はあっちの真面目そうな子ね。よーし、じゃあ競争ね。よし、行け、アントニオ、頑張れ。アントニオ、頑張れ、頑張れ。うわー、同じ速さだ。くそー、頑張れ、もっと速く、速く。うわー、君もなかなか速いね。やるな。早く早く。いけいけ。いけ。あれ、ちょっとどこ見てんのよ。あー、楽しかった。引き分けだったけど、やっぱりメリーゴーランドは楽しいね。ちょっとアントニオのこと思い出しちゃったけど、うん、昔フランスに住んでた時にね、ずっと一緒だったんだ。あ、チュロスがあるよ。楽しんだら喉乾いちゃった。ランドドッグの好きなチュロス食べに行こう。飲み物もあるかな。あ、ありがとう。はい。あー、食べすぎー。もう、チュロスっていうのはね、昔からスペインにある食べ物なんだよ。私がスペインに住んでた頃は毎朝食べてたな。懐かしいな。でもコック
が作るチュロスは最高だったけど、ここのチュロスもなかなか美味しいかな。さすがランドドッグが好きなだけあるね。あれ、何？飲みたいの？しょうがないな。いいよ。